半世紀。それだけあれば、変化する。昔と今を、写真、比較。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。1955年から1973年までの19年間は高度経済成長期と呼ばれます。日本経済は年平均で 10% もの成長を続けてたんです。海外から革新的な技術を取り入れ、新しい設備を導入する技術革新が起こりました。そんな大きな変化は街並みからもわかります。50年前の街並みと今の街並みを衛星写真で比較できる昔の航空写真地図というアプリで確認してみてください。近代化された現在の街並みとは違い、今から成長する街並みには、なんだか大きな力を感じるかもしれませんよ。今では当たり前になってる観光地が、半世紀前には全然違う姿だったことを、ちらっと確認してみませんか。今回の短歌は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室短歌部でした。